生きてるとは思わなかったぜ、ボルト。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。七代目の命を脅かす存在が生き延びたってことだ。勘違い野郎に言われたんだ。何もかも全て失っちまうんだとよ。お前にとっての全てってのは何だ。里での暮らしか、家族か、仲間か。俺にとっての全て、七代目がこの先も生き続けること、それを忘れるな。覚悟はできてる。忍びの時代は終わる。ここまでやるとはな、カワキ。お前も七代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ。ふざけた予言なんかひっくり返してやる。七代目の命を脅かす奴は誰だろうとぶっ殺す。俺がこの手で。忍びの時代は終わる。俺は忍びだ。これは俺の物語だ。